お疲れちゃんスラットです。今日ですね、なんと残りシーズン4日ということで、めちゃんこ時間がないです。はい、時間がないので、今日はいつも以上にね、はい、真剣にトライをしていきたいと思います。ということで、ゴブドリのドリル型をねやっていきます。まあ、今マルチ上位ね、結局何でもいるんですよ。そう、何でもいて、まあでもやっぱ高回転のホグだとか、高回転クエイク、クエイクじゃねえ、高回転コカツ、コカツですね、コカツホグ、ロイフがちょっと少ないか、あと遅延スケラがちょっと多めかなみたいな感じで、まあ高回転系は何でもいるんですけど、まあ、ドリルもやっぱ流行ってますんでやっていきます。結局多分来シーズンも強いっすね、こいつは絶対。そう、使えて損もないし、チャンピオンがないこういう方でも全然強いので。そう、とりあえずラバは体格がないので、もう逆サイゴリゴリいってって感じですよね。さあ、で今までのハイスピーだとパピーワンパンでしたけど、下方されちゃったので結構受けちゃいます。さあ、今回の相手は、まあ、ラバの墓石ババですね。まあ、マジでドリルめっちゃ飛ばします。はい、ただそれだけっすね、ただそれだけだ。行ってこい。で、なんならドリルとセットで基本的にボンバーも行きます。よいしょ。あそこにファイバーあると熱いんですけどね、まあないんで。よいしょ。さあ、まあスケドラ焼けばなんとかならんかな。さあ、ちょっと痛いけど対空がもう限られてるんで仕方ない。一応これファイボが溜まるんですよね。そう、このロケの枠がね。そう、ファイボだとこういうスケドラ処理とかにはすごい強いよね。マジアイチャとかね、ほぼとかけど、ロケだとこの高回転対決の時のやっぱ呪文削りになるんで、結局相手がコカツだとかスケラだとかになった時にロケが強いよねっていう話ですね。さあ、ババも降ってきた。よいしょ。これ延命したいね。さあ、適当に耐えてほしいな。耐えれるかな、耐えれそう。やめて、お願い、耐えて。いや、耐えれそう、危ない。さあ、ラバディガ、ラバホリヤーメでしたね。いや、まあこういうスケドラ系はぶっちゃけきついっすね。ホバいなかったのラッキーでしたね。まあラバルの方がマシかな。てか、まあスケドラが安っすね。てか、まあこのデッキなんかね、きついのが多いというか、なんだろうな、慣れないと、このガゴとかさ、なんならコウモリとかでさえもちょっと厄介になるんで。まあでも使い方のコツってなったら、もう本当に攻めまくるですね。攻めまくるが一番なんか手っ取り早い気がします。もう攻めて攻めて攻めまくって、気合で守る。さあ、このボーラー痛いんだよ。攻めて攻めて攻めまくります。さあ、ゴブリンもボンバーもいっちゃって、いやー美味しい。さあ、この高回転がマジでいいっすね。とりあえずここは一応気をつけんといけんっすね。フリーズがリセットがないので、うん。で、これ陸域がないでしょっていうタルババぐらいかな、あっても。さあ、でここにはボーラーが回んのか。よいしょ。あー、ボーラーね、ちょっと安っすね。あ、でもゴブリン入ってる、それ。でかいでかいでかい。まあバルーンの可能性が高いので、まあロケもあるので
全然そこは怖くはねえか。よいしょ。でなんならちょっと削っちゃうっていう。さあ適当に受けて、あれロキ打ちてえなぶっちゃけって思うんですけど、まあまあ一旦ね。うん、さあねインドラ怖いっすね。ちょっと埼玉このインドラがね俺がきついの分かってるので、ここをちょっと狙ってきます。言うのでよかったか。さあ結構入っちまう。てて結構入ってんな。おい、まあロケ防衛をしたいっすね。まあインフェもある。さあロケット最強。守れるのは守れるんでね、バルーンはね。あとは俺がドリルでダメージを稼がなきゃいけないっすね。ケツボーラーとかと被ってくんないか。さあインフェ先置き最強なのでもういっちゃいます。でちょっと怖いですけどロケ打っちゃいます。はい、もう削っていかなきゃね、しっかり。さあ誘導からの誘導で、おーい、魂ってやつ2個も強い。さあダブル IT。 バルーン使いましたんで、さあロキ打って、さあ適当に耐えて勝ちかな。危ねえ。さあちょっと怖いです。なんかね対空の施設はあるんですけど、インフェとかロケットとかファイスピとかねはあるんですけど、対空ユニットはないので対空処理するね、マスケとかコウモリとかないんで、このベビドラインドラ系がね意外とこう気づいたら残っちゃうみたいなことがあるんで、なんか危なかったらロケ打つし、インフェもなんなら先置きしてバルーン来たままロケがあるよねみたいな。邪魔してるっすね。さあウッド、ファイスピアマジで、あークロスだ。ファイスピアも端前出しとくなんでね。あっちゃがったのクロスか。来シーズンゴブリンとか流行ればね、高回転のスケデッキがみんなゴブリンでちょっと回転遅くなるだけでクロス勢がニヤニヤしそうっすね。さあテスラ、アーチャー、LSP、うん、まあ俺もこれ高回転なんで守ればいい。ロケットなんか適当に守って、お相手もきついよのグッドゲームだと思うっす。よいしょ。さあ相手は、うん、俺のドリルと合わせてね、クロス置いたりしたいはず。今のグッドゲームちょっとなんかね、おや？ワンチャン勝てると思ってる方のグッドゲームかもしんない。勝てません。このデッキの大事なのは、痛い、待って、ボンバーっすね。マジボンバーがマジで強いので、ボンバーをめちゃんこ出します。でまあクロスは一旦耐えますね。序盤はまだドリル飛ばせないっすね。無視されてクロス置かれたら危ないんでね。さあ1コスちょっかいの、
さあ相手ももうファイブ削り入ってきますね。そうそう飛ばしたいっすね。うん、来た呪文削ら。いやーいいナイトだ延命の。ウッドが言うのが入ってる。まさかのそこサイド同じになるのはちょっと熱いぞ。いやダメージなんかトントンだな。いや最後ロッキー削り俺のが強いんですけど、やっちゃうか。早すぎ？いや、ボンバ強え。うわ、耐えた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 。さあ、これさすがにロケだな。アーチャーまで。いやでかすぎー。さあこれはさすがに。ロケで削って、いやマジでこれずるいっすね。クロスというかあのロケットのね強みっすね。結局やっぱね相手が上手いとマジでダメージ通らないんで、タイブレイクになるってとこで最後のタイブレイクでロケがマジで強いんでね。なんでマルチ上位とか大会とかでもみんなロケットを使ってるイメージがありますね。さあナイスロケ。さあマジでねロケが強すぎるので、削りにはねそんな問題はないですね。さあジャイスキルだったかな、なんかスキラやっぱ厄介ですね。ジャイスキルだった記憶があるんですよね。いやマジ結構しかもチンパン度高めの。いや耐えたのは耐えたけどみたいな。相手の中身が分かんないですね。メガゴのこういうのがさ受けれない。いや入るんかい。いやめっちゃいい受けやん。さあジャイダクプリメガゴのスケラと、まあやらめーただの雪ぐらいあると思うんですけど、やめろよオブ。まあ低めボンバーでジャイインフェで溶かしてかな。だったらロケ削りも大事かな。さあさすがに、おおトリトン珍しいっすね。いやマジであのメガゴやばいっすね僕のデッキ上。さあアーチャー見る言うのか。でもいやーマジでドリル受けばっか強えな。緊急事態です。さあドリル機が異常に強いが、まあなんとか耐える。マジギリギリだな。でもここ相手意外とカードがない説、ダックプリとか回ってないのでちょっと強気に
行って、いやマジでかいでかい、マジもっと稼げ、もっと稼げ、もっと入ってくれ、もっと入ってくんなきゃきついねんな。さあ一旦端前家のぐらいとかインフェで溶かせるんですけどね。さあダックピリ使った。さあここはもうなんかウッドとちっこいので、いやーでかいでかい、ゴブリンがチク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 してる、あっち。さあロケット撃つ余裕はないけど、撃たなくても勝てそうな流れではある。さあこのインフェが最強説出てます。さあマジで相手が呪文削りをしてくるなら俺だって後ろから無限にボンバー出しちゃうぞっていう。うわやば、本格的に来てるっすね、ヤナーム削り。勝てるのか俺のロケにこれ。さあ来そうだな、ここ。さあ一発逆転ホームランを狙いに来てるが、こんなのは何とでもなりそう。ロケのダメージ591って言われても分かんないですよね。591だ。あ、終わったっすねこれ。さあライト打って、勝っていう、ライト打つじゃねえよロケか。さあロケ打って勝ち。まあ結局最後のロケで削れるんで、いかにねこういうスケラとかも耐えるかが大事になってきそうですね。 OK。さあ来た、 TT トゥワイス TT 族だ。さあよろしく。もうホバとかスケトラとかねないだけで幸せになれるので、このエレスピはもう神様、天国、ロイジャイかな、ロイジャイかディガロケかみたいな、うーんとこですけど、わかりません。まあロイもディガロケもどっちも悪くない。これロケが来るかどうかっすね。おい、さあロイっすね。ロイ来たので、これはもう一旦ぶっ破してインフェだけで守るっていうプラン。さあ横にずらすとウッドまで打たなきゃ。うん、でここはマジでインフェ最強だと思ってるんですけど、マジ殴んないでほしい。でスケまで添えてることによって、もしインフェにライト打ってきてもロイは溶かせるっていうね。さあで次のロイやばいじゃんっちゅう話で、ドリルボン U のウッディがあります。はい、何でもあります。ゴースト嫌っすねマジ。いやでもウッドはなんなら打たなくても良さそう。さあスケでちょっと延命してみたいなことをしたかったんですけども失敗。さあゴーストっすね、これまたゴーストだけめんどくさいかな。ゴーストいないときにドリル飛ばす、まあゴーストいるならばドリルプラスのボンバーで、ゴースト単品で処理はさせたくないっすねやっぱ。さあウッド削り欠乏、まあここで逆いくパターンがさっきのパターンなので、一回これは落ち着きパターンを見せたいと思います。相手警戒してるっすね。となるとほらこのドリルがちょっと入ってくれそう。でここにゴースト使ったので、この許容言うのからのが相手からしたら結構きつそうだけど、いやーいいボイするっすね。まあ、こんな感じでお互いやっぱ通らないですね。ってなった時に最後のロケ削りですね。さあでロイライトだと思うんで、そこだけちょっと気ぃつけていきたい。
いや、一発いて。いやー、ユーナの動きはマジ謎すぎる。いやー、ドリル入る。さあ、悪くはないっすね。じゃあ一回盛るか。バスケ持ってねえか。ロッケ打ちてえな。さあ、これ熱いぞ。ウッド打てば1コス。さあ、ロケでダメージ稼いで。外して。これもうロケっすね。ロケ打てねえか。さあ耐えて、危ねえ。さあ、まあこうなるっすね。やっぱダメージほんと通んないので、無理してドリルで攻めずに、後ろからボンバユノスケ、イモリからのさ、ロケ削りフィニッシュということで、このドリルロケもね、まあ来シーズンももちろん強いでしょうということで、まあ5の方がね、使いやすいかもしれないので、まあ皆さんぜひね、ちょっと5型、ロケ型もやってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。